やってまいりましたアップライジングつるぎわ店。今日はですね、日本自転車界の自転車界のナンバーワン、国内ナンバーワンの宇都宮ビッツ店マスター選手に来てもらいました。お世話になってます。どうもどうも、宇都宮ビッツ店のマスター成幸です。今回ですね、先シーズンの最終戦、なんと UCI レース沖縄ツールド沖縄で優勝、はい、しましたね。どうでした？あれはいや、もうチームのみんなのおかげでした。今シーズンいろいろ鬱憤溜まってたんですけど、最後の最後にいい形で終わった。不安と。そうですね。ですよね。まあ、よかったです。でも沖縄って結構大変ですよね。あのペットボトルジュース買おうと思って、はい、自動販売機でペットボトル買うと中にもずきとか入ってるんですよね。いや、それは聞いたことないですけど、耳側が入ってて飲みにくい。それは聞いたことないです。はい、入ってなかったですか？なかったです。あ、じゃあ自分買ったのは大丈夫です。当たりです。大体みんなのは外れのやつ全部入ってるんですよ。もずく、海ぶどう、耳が。でもヤマトが、まあ、チームに沖縄出身に白田ヤマト選手がいるんですけど、ヤマトが言ってたのはなんか沖縄に帰るときは必ずパスポート持っていかないとなんかですね、帰れないと。彼はそうですね、気をつけないとダメです。というわけで来シーズンも宇都宮ブリッツ戦に残留しますので、ぜひとも来シーズンも宇都宮ブリッツ戦応援よろしくします。宇都宮ブリッツ戦はやるぞやるぞやるぞー。あれ。